ロード59新時代ラジオトーク。ロード59篠の恵み、柳バクト役の君沢祐希です。ロード59白狼組、氷室翔役の砂川修也です。始まりました、ロード59新時代ラジオトック、はい、この番組はブッシュロードが送る新時代任侠エンターテインメント、ロード59新時代任侠トックの魅力や最新情報をお伝えしていきたいと思います。ロード59新時代任侠トックとは、ブッシュロードがお送りする新時代の任侠ものがテーマの新たなメディアミックスプロジェクトです。欲望が渦巻く街で、それぞれの組織の思惑が交錯しぶつかり合う、互いの信念と生き様をかけた戦いに注目です。というわけで今回第45回最終回となりました。いやー、はい、でも先ほど速報入りましたね。なんと、はい、撤回、このまま続行、スタッフさんが本当に苦笑いしてる。すいません、嘘です。本当すいませんでした。紛れもなく最終回だ。よし、いやもうここまでできたことに拍手しましょう。そうなんです、うん、いやだってさ、第0回も含めてかなりやってきましたよ、うん、そうですよ、45回ですよね。10回できたら拍手をし、20回もできたら拍手をしてきた僕たちが、はい、45までできたということはまず本当に感謝、それしかないです ね、 そうですね。本当にありがとうございます。ありがたい。どうですか、でも今の心境、感謝と。そうですね、やっぱでまだねちょっとオープニングだから実感湧かないっていうのはありますけど。そうですね、はい、やっぱりねここで感謝してもね、うん、あのグズグズに崩れるのが我々なんで、はい、いやもう最後まで楽しく全力でやらせてもらいたいと思いますし、うん、すね、なんと皆さんからいただいたメールたくさんありましたので、はい、そちらは最後に読ませていただきたいと思います、はい、それでは今回も一緒に道なき道を進んでいきましょう。ロード59新時代ラジオトークスタート。ロード59新時代ラジオトーク。君沢相談室ファイナル。さあ、柳バクトはトラブルを解決するぶっ飛んだ行動力を持ちながら、非常に頼りにされている篠の恵の実質的なリーダーでございます。ということで、ここからはそんな柳バクトを演じる私、君沢祐希が皆さんのお悩みを解決させてもらいたいと思います。いやでは相談内容から読みていきましょうか。すな、じゃあお願いします。任せてください。お、はい、じゃあ姉子のタリタリさん、はい、こちら中国の方です。なんとなんとワールドワイド、嬉しい、ありがとうございます、はい、シェシェタジャー、おーすごい、キミさん、砂川さん、こんにちは。こんにちは。私の日本語はまだ未熟なので、もし間違いがあればご了承ください。毎週ラジオを楽しく聞いています。まずキミさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そしてキミさんに相談があります、はい、今私は留学のために言語を勉強しています。でもスランプに陥ったようです。もしやらなきゃいけない、でもどうしてもやる気が出ない場合はどうしたらいいでしょうか。いいアドバイスがあればぜひ教えてください。なるほど、うん、いやすごいですね。全然日本語ちゃんとしっかりし、うん、そう、多分自分よりできてる日本語。いやなんか今砂らしい解決法がある意味飛び出したけども、うん、いやでも本当日本語ってね難しいですし、うん、いや僕も昔実はあの英語もポルトガル語とかスペイン語とかも勉強してたんで、やっぱり言語っていうのは、はい、やっぱいきなりは上達しないんで本当大変なんですよ。うん、毎日続けていくっていうモチベーションが確かにね、やっぱり大変なんですけども、うん、やっぱなんかね、やらなきゃいけないが先に行っちゃうと、はい、これは何でも何のお仕事でもそうですし、うん、まあ、プライベートのスケジュールでもそうですけども、これやんなきゃと思ってやることってね、やっぱうまくいかないんで、うん、やっぱあの僕はよく言うんですけども、より一層やる気が出ないんであれば、もっと違う角度のやる気が出るモチベーションを見つけてあげてほしいなと思うっていうのは、例えば僕たちの世界だったらあれじゃないですか、やっぱ舞台があって稽古があって、で本番が来てお客さんが見に来る、やっぱりどうしたってお客さんが見に来るっていうゴールがっていうモチベーションがあるんで、あの稽古頑張るわけじゃないですか。そうですね。そうで、セリフを覚えなきゃいけない、ある意味語学と一緒でセリフを覚えなきゃいけないっていうのも当たり前だけど、お客様が来るときに覚えていなかったらやばいっていう、ある意味ゴールで見てもらってやっぱ感動してもらうっていう喜びがあるんで、やっぱいい意味で自分に人参の餌をつけてあげると、
で、語学っていうのは非常にやっぱりなかなか上達しないけど、ある時突然分かるようになるもんなんで、はい、急にあれなんだってそうなったらむちゃくちゃ楽しいんですよ。あ、なんか、はい、壁を越えたらなんか見えてくるんですね、はい、でもきっとすごくやっぱうまくいかない時は先まで見ちゃってこのままうまくなるのかなとか、うんうん、やっぱりそういうことがすごく心配になると思うんで、もう目の前の1日、うん、じゃあ例えばもう続けることが大事なので、はいはい、やっぱ100個200個覚えるって言ってくじけるぐらいだったらもう僕10個とかもう2個でもいいと思う。なんならもう覚えて続けていくこと、はい、まあ言語の筋トレですよね。あ、そっか。続けていくことが自信になり、2個しかできなかったんじゃなくて2個やった自分を、よかったね続けたねって褒めてあげることからやっぱり始めてあげると、100日200日先を人は見て頑張れないんですけども、1日先だけだったら頑張れるんで、その連続のうちに多分花が開く瞬間が来ると思います。いいっすね。はい、日本語だったら好きなアニメとかあるんで、アニメとか見たら、あ、分かる、分かる、日本語で喋ってたりもしますし、そういう好きなものをうまく自分のね人参にしてもらって、ちっちゃい人参、大きい人参いっぱい作って、やっぱすごいいいことじゃないですか、言葉分かるって。だから楽しんで、自分今すごい楽しいことをやってるんだなと思って、追い詰めずに頑張ってほしいなと思います、はい、応援してます。素晴らしい。いや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 、なんか君沢相談室久々、久々ですかね。確かにちょっと久々かもしれないです、はい、なんかやっぱいい時間っすね。いやいやなんかこれ、まあ、語学だけじゃなくていろんなことに当てはまるなって思って、うん、あ、でもそうですね、すごいな。もうシンプルに目の前だけ楽しく、うん、これが一番かなと思います。僕も頑張れそうです、はい、よかった、はい、ありがとうございました。じゃあ次いきますか。はい、はい、姉子のレモンさん、君沢さん、砂川さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴しております。一つ相談がありまして、聞いてもらえるでしょうか。私は数年前に独立したフリーのイラストレーターです。ようやく食べていけるようになったのですが、いつ仕事がなくなるかわからないという不安がいつもつきまとってしまいます。好きなことなので続けたいと思っているのですが、フリーを続ける限りこの不安がずっと続くとなるとちょっとめいります。お二人は覚悟を決めて厳しい世界で切磋琢磨されていると思います。私は、覚悟が足りないのでしょうか、という。なるほど、すごいすごい締めですね。私は覚悟が足りないのでしょうかなかなか僕は逆に気合い入ってると思うんですけどすごいですよね。でもなんか似てますよね、僕らの世界に。やっぱ、なんかというか、そうですね、もちろん事務所とか仕事がなくなるかわからないっていうのもありますけど、そうですよね。言ったいただいたお仕事をうん、うん、その定期的にあるわけではなく、はい、やっぱね、そのいただいたものを頑張っていくっていう、いつ仕事がなくなるかわからないっていう不安、確かにね、ありますけども、素直ありますか、やっぱそういうの。僕はそうですね、最近になって心配になってくるので、うん、急にだから僕もね、なんか、まあこのレモンさんと、はいはいはい、レモンさんと同じ、なんか相談というか聞きたい気持ちはありますよ。あ、なるほどねやっぱ不安な世界ですね。まあそうですよね、はい、でもなんかもう、でもこれもさっきの話に続くかもしれないですけど、やっぱもう目の前のことだけですよ、やっぱ考えてもわからないし、だってね、こんなご時世来るなんて誰もわかんなかったし、偉い人もわかんないし、 iPhone できるとかもだって誰もわかんなかったでしょ、なんかもうわかんないことは考えてもしょうがないんで、もう前のオーディションの話でもないんですけども、もう目の前のことだけ輝くにはどうするか、そしてまあレモンさんが輝いてればね、みんな会いたいから、もうイラストレーターさんだから作品でもそうだし、会った時の人間性でもそうだと思うんですけども、レモンさんを好きになるし、そのレモンさん描いた絵が好きになる、イラストを好きになるっていう、なんか好きを超えてやっぱ感動してもらうとか、したらやっぱりまた見たいわけじゃないですか、きっとみんながね、ちっちゃい頃に見て感動した作品とか覚えてるものっていっぱいあると思うんですけど、変な話、このラジオ聞いてて、それがね、前回もきっかけになって、なんかいいことがあったっていうする、ね、何がどうなるか分かんないけど、目の前を一生懸命僕たちは素直と楽しんでただけじゃん確かにそうそう、その積み重ねがなんかいろんなものになって、きっとこの番組も次に進化していけるっていう、パワーアップしていけるっていうことにつながるので、まあ不安なのはきっとこの仕事が好きだからですよ。あ、確かに。そう、どうでもよかったら人は不安には思わないので、果たしてこの仕事大切に思ってるんだなって思えてる自分を
大切にしてあげてほしいと思いますし、大丈夫です、もう目の前の私はイラストレーターとしてどこがチャームポイントなんだろうってたくさん見つけてあげて、それをたくさん人に届けてあげて、人を感動させてあげれたらまた会いたいってなると思います。はい、大丈夫、すごい、とんでもないです、とんでもない、いいな、もう自分に半分言ってますからそうやって俺も生きていきたいなって思ってるから、なんかこう相談室ってやってくださいましたけど、こういうありがたい、でもやっぱ偉そうに喋りたくないなっていうのはなんかずっと思ってて、なんかもう自分もやっぱ勉強中なんで、なんかみんなでこう勉強して楽しくなんかやってきたらいいなという意味で、本当にこの企画にはね、なんか感謝しております。本当に本当にいい企画ですよ。これは通過通過ここに来てここに先週から流行ってるですね。いやそうですね、せっかくなんで、はい、君沢相談室、まあ、なんですか、最終回じゃないですか、はい、だからちょっと僕からもね、何それ怖い、ちょっと相談させていただいてもよろしいでしょうか、うん、もちろんですよ。何ですかサプライズ。僕多分最初の頃からもしかしたらセリフとかの相談したっけな、したか、そういう記憶がござまるすんですけど、うんうん、日本語下手だねやっぱり自分でも言ってたけど、うん、あるんですけど、ね、なんかやっぱ演技なんかすごい、なんかもう2人の世界に入っちゃいますけど、いいよ、いいよ、もうしっぽり来いよ、最終回で、うん、なんか僕が俳優になってこうやり、なんていうんですか、うん、なりたい俳優っていうのが、うんうんうん、なんていうんですか、この唯一無二の演技、はいはいはい、それができるようになりたいっていうのが今あって、うんうんうん、全然見えてこないんですよ。わかる、でもわかる、気持ちはわかる、すごいわかる、うん、でなんか俺君沢さん見た時になんか真似できない演技だなって思ったんですよ、うん、ああそうなんだ、はい、だからなんかそういうのってどの段階で見つけたっていうか、あなんか心がけてることってあるのかなと思って、ね、いやあるよ、でも同じこと思ってたし、多分、うん、あらゆる俳優みんなそう思ってやってきたんじゃないかなって、うんはいはいはい、やっぱすごい人いっぱいいてさ、うん、できないこといっぱいあるし、うん、できても上はいっぱいいるし、ね、はっきり言って何がじゃあ自分のさ武器であり、うん、究極の俳優像なんて思うじゃん、はい、でも素直にそう言ってくれるみたいに見つかってきたのは、でも俺30超えてからかな、やっぱ、うん、いろいろ迷ったり聞いたり人と比べたり真似してみたりいっぱいしてみて、最終的にはもう自分の中にもうあるんだなってことに気づいた、実は。なんか作って上に作っていくっていうよりはもうある、うん、もう自分の中にあって、人が褒めてくれるとことか、はいはい、もう一人一人の人間なんだから、うん、もうみんな違うんですよ、はいはい、でみんな違うってことはみんなそれぞれの道を進んだら絶対他の人には勝てない道になる、うん、だからすごいなって思ってる人もその人の道を多分進んだ人なんですよ、はあ、その人の山を登ってて、その山が高いからすごい、うん、ああなりたいと思うだけだって、うん、でももう山の元はもう自分にあるから、うんうん、それをゆっくりゆっくり積み重ねて気づいてあげること、自分に、あ、うん、はいはいはい、俺はとにかく自分に気づいてあげなかった20代やっぱ悪いことしたなと思う20代の自分には。簡単には気づけないもんですよね。ツナ何言ってんのあなたはこのラジオでどん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 開花してるじゃないでそんな素直をみんな好きじゃないか、うん、いやそれがそのまま飾らずに役に乗るといいね。あーそっか、うん、役を演じる、そうですよね、作ろうっていうよりは、うん、役というものを借りて砂で立てるようになる。あーお金払 いそうそうそう、お金払ってさ見に行くときにさ何見たいだって、すっごい整った長ゼリとか、うん、すっごい綺麗なアクションを見たいけど、本当にこの人素敵だなって人とか、うんうん、本当にこんな人いるのかなってぐらい素敵な人が、でも本当に素直なパーソナリティだったら、うん、マジで惚れない。あ、うん、確かにそう、素直もう持ってますよ、うん、じゃあそれを僕は積み重ねていって、そうだね、しもうあるってことを認めてあげて、はい、そうみんなでもある、うんうんうん、そう、それがやれるかどうかかな。いやありがとうございます、うん、大丈夫ですいい、いやいや、最終にはこの締めくくりに素晴らしい、ね、素晴らしいむしろありがとうございます、素敵な相談をありがとうございます。はい、僕も頑張ります皆さんだってことはありがとうございました。ありがとうございます。以上君沢相談室ファイナルでした。ロード59新時代ラジオトーク、ここからはこんなコーナーをお送りしましょう。砂さんお願いします。
おう。その依頼代行します。ファイナル。やってまいりましょう。大根来たよ。バシッとやってまいりましょう。このコーナーは白老組の若き組長大根砂川さんが演じる氷室翔にちなみまして、視聴者やスタッフが試してみたいけどやる勇気がないという遊びや実験などを砂川大根をはじめ我々二人が、私は射程として代行して検証していくファイナルでございます。なんかね、この大根、ずっとやってきましたけど、どうすかファイナル。いや、そうね、まあ最後の子羊ちゃんも解決していきたいと思いますよ。そんなキャラでしたっけ大根。ブレた最後にブレた。そんななんか夜の匂いがするようなそんな感じでしたっけ大根。まずいまずい、取り戻さないと。いや、これがうちの大根。何笑ってんだよ。もう笑いも見せ場じゃねえぞ大根は。いや、もう今日大根は存分に、ね、最後だからもうしっかり決めるよ。もうバシッとね、はい、もう正解率今のところまあ、50% ぐらいかもしれない。いやいや、もうちょっとありますよ。ありますから、まあ、ビシッと最後は 100% で、バシッと代行してやりましょうよ。じゃあ、早速こちらです。ラジオネーム、ヘイブラザーさん、兄貴の方から。代行、射程の君沢さん、こんにちは。一つ代行をお願いしたいことがあります。今度サークルでエチュードをやるんですが、見本見せてもらっていいでしょうか。こいつもお忙しいところ大変申し訳ないのですが、お題は取調室で、できれば感動ものをお願いできますでしょうか。こいつ挑戦しますね大根。やめられてますよ。来たね、エチュード。エチュード、全くなんか見て味しめやがったなこいつは。なんか聞いたね。おいおい、スタッフ止めろよ止めろ、本当に入れるんじゃないよこんなやつ。しかもめちゃくちゃ指定してくるじゃねえかよこれ。いや、結構縛りある。いや、でもね、この、ね、はい、ブラザーさんもね、はいはい、あのサークルで宇宙でやるってことは、もしかしたら演技に触れてる方ですもんね。大根に感動してプロになりてるってことですか、うん、こいつも。そうね、しっかり、はい、まあ、見せつけてやろうかと。おー、大根かっけー。やべえ、ハードル上げてる。さあ、でも大根なんかどうしますか。役柄とかなんか刑事とか、あの容疑者とかありますけども、取調室だもんね。はい、どっち側やりたいってありますか、取り調べの。やっぱ刑事。お、刑事、うん、そっちっすか、わかりました。じゃあ自分、じゃあ容疑者みたいなのやりましょうか、うん、お願いします。じゃあもういいっすか、いきなりやって。まあ、エチードなんでね。ああ、ね、エチードって言いました。エチュードっすよ大根。エチュードだもんね。何笑ってんだよおい。大根はちょっとお口がまだ3歳なんだよ。可愛いじゃねえかよ。ああ、いいとこだ、いいとこ出たな。よし、じゃあ大根、はい、じゃあ取り調べ室のエチュードまで。おい、なんでこっち見ろ。俺はやってねえよ。人と話すときは目を見て喋れ。はい。なんでよ、あ、見てんじゃねえかよ。おお、なんでよ。俺やってねえっつってんだろ、何回も言うけどよ。でもな、はい、周りの人たちがな、ああ、お前がやったって認めてるっていうか、ああ、そういう供述があるんだよ。俺がじゃあ何やったって言ってんだよ周りはよ。お前が、ああ、人を殺したと。おお、俺は聞いている。お前聞いてるだけで新人じゃねえよお前。俺は上司だから下から来たのを、ああ、お前に伝えてる。ちげえよお前、ふざけんじゃねえこのサンドウィッチマンの中間管理職がよ。ああ、俺が殺してねえよ。本当にそうなのか。そうだ、俺が河原でタコあげてたんだよ、人型の。おう、それが落ちたのを、うん、なんか人が落ちて俺がそばにいたから人殺しみたいに見えたんじゃないの。いや、人がこの世界から、はあ、この日本から一人いなくなってんだよ。おうおう、それに責任を感じなさい。なんか謎謎みたいな言い方されたけどよ。なんかピンとこねえけど、まあ一人一人がいなくなってるってことなんだ。それはとても重要なことです。あなたが人を殺したことにより悲しむ家族がいる。ああ、そして痛かった人がいる。ああ、それを感じなさい、あなたは。刑事さん、うん、すげえ伝わってくるよ。本当か。でも俺じゃないんだ、本当に俺じゃないんだ、実は俺刑事目指してんだよ。だから一緒に捜査しないか。その犯人を一緒に見つけると。そう、あの時現場に行った時に俺もおかしいと思ったんだよ、うん、なんで俺倒れてんだ人がって。うん、あ、俺タコあげてただけなんだぜ。確かに。で、俺のタコが落ちたそばに人が落ちてたんだよ、うん、
その時に刑事さんがパッと現れてきてさ、うん、お前が犯人だって、あれ刑事さん、あんたひょっとして俺になすりつけようとしてないか。いや、そんなことはないぞ。そんなことはないぞ、うん、なんて弱い否定なんだそんなことはないわけないだろ。あんた俺に罪なすりつけて、うん、あんたあいつ被疑者とどんな関係だったんだよ。正直に言え。すまん。まさか落ちたのか、あんたがやったのか。違うんだよ。なんだ、何が違うんだ。あいつはな、ああ俺の娘を殺したんだよ。刑事さん、あんた、だから復讐のためにやったってことなんか。そうだ。あんた、さっきの家族が一人いなくなった人がいるんだぜっていうのも全部自分のことだったってのかよ。そうだ。そんな思いを抱えて、だから刑事になったのか。すまんな。お前は、ああ高校生の頃悪ガキだった。ああそうだ。そう、ずっとこの社会に反抗してきた。うん、俺はもちろん自首するつもりでいた。刑事さん、だけどな、ああ最後に、はい、お前という一人の人間を俺は更生させたかったんだよ。刑事さん、でもそれじゃあんた、自分がかわいそうじゃないのかよ。いいんだ。いや刑事さん、俺があんたの代わりに自首するよ。それは違う。いや、あんたの代わりに自首させてくれ。いいんだ、俺なんかどうせ逮捕歴もたくさんあるしさ、俺がやったって言われても誰も疑わないよ。いや、人間というのはな、はあ、自分がやったことは、はあ、自分で償わなきゃいけないんだよ。刑事さん、行ってくる。本当に行くのか。行くけど、はあ、ちゃんと更生しろよ。じゃあな。誰が誰に言ってんだよ終了ちょっと君沢さん上手すぎない、普通に違うよ、ね、違うよ。いや、上手かったかもしれないけど、途中いい線いったと思うけど、いや最後の落ちよ。いや、もう終わらしたくてしまう。やってるやっちゃったやつが更生しろよじゃないんだよ。本当に誰が誰に言ってんだよダメださて、全然感動的でしたよ。でもね、はい、ここまで長くできたの自分でもすごいと思う。確かに。いや、ほぼ君沢さんが喋ってたけど、いやいや最長記録じゃないですか。いやいや喋ってました、代行、うん、何言ってるんですか。代行が俺目でこう喋れて俺に訴え返ってるじゃないですかそうでしょ、ね、伝わんないかもしんないけど、うん、そう、いや目で指示してた。そうだよ、やっぱ感動の定義って人によって違うから。そう、いやー、うん、やりましたね大根。やったよ。我々のエチュードとしては最後に完璧だったんじゃないですか。完璧な大根しちゃった。いや大根、はい、いやー完璧な大根で終わりましたよ。汗すごいよ本当に。もうなんか、はい、ぶっちゃけ大根この大根シリーズどうだったんですか。いやね、はい、もうね、迷える子羊たちが、はい、すごい困ってるっていうからやってきたけど、はいはい、毎回汗すごいのよあ、汗ですか。汗すごいのよ。大根やってたんだっけ。大根出てやってるそんな悩みを誰にも気づかせなかったっすね。大根体温ガーン上がるから、ガーン上がって大根の時。いやさすがだよね、こうやって最後にやらせてもらって楽しかったですいやさすが愛情と人情の男ですね大根もう大根には会えないんですか。いや、遠い世界に行っちゃうんですか。また会おうぜ。あ、大根、うん、またどこかで会えるから。みんな、俺たちが大根助けてって呼んだら来てくれるんですか。もちろんで、声を大にしてみろ。俺が来てやる。本当ですか。おう、本当に来てくれるんですかすごく本当に来るんですか今のなんか今のも 50% ぐらいできそうでしたけど、いや大根、45回すべて 100% でした。でした。いや、ありがとうございました大根。みんな大根に拍手だ。ありがとうな。大根さまえるじゃ、さまえるじゃねえ。悩める子羊に最後一言お願いします。はい、いつでも俺を呼べ。お前らまた会おうな。ありがとうございましたということで、本日の大根ひだも任務完了。その依頼代行します。ファイナルでした。
ロード59新時代ラジオトーク。ここでロード59からのお知らせです。舞台第1弾のロード59新時代任侠トークと舞台第2弾ロード59新時代任侠トーク摩天楼夜桜構想のブルーレイがそれぞれ好評発売中です。欲望渦巻く摩天楼で巻き起こる生き様をかけた戦いの舞台をぜひチェックしてください。3月5日土曜日に池袋ミクサライブ東京9階のライブカフェミクサにてロード59新時代任侠トークファンミーティングお嬢のひな祭りの開催が決定しました。出演はゆつまかや役川内美里さん、氷室鈴香役南若菜さん、イリーナスペシフィツヤ役加藤里穂奈さんの3人です。本イベントではフードやドリンクなどの作品コラボメニューとキャストによるトークイベントを昼夜の2回公演でお楽しみいただけます。さらに来場者特典としてキャラクターデザインのギドラさんによるカヤ、スズカ、イリーナの書き下ろしイラストを使用したポストカードもお渡し予定です。ただいまチケットの一般発売中です。詳細はロード59公式サイトをご確認ください。3月から響きラジオステーションにて新番組ロード59新時代任侠トーク天下行く放送局がスタート予定です。こちらの番組では毎回異なるキャストがパーソナリティを担当するとのことです。さらにパワーアップしたロード59のラジオ番組をぜひご期待ください。更新日は毎週金曜日を予定しています。新番組へのお便りも募集していますので、ぜひロード59キャストやキャラクタープロジェクトにメッセージや質問、やってほしいことなどを送ってみてください。お便りの宛先はロード59アンダーバー展開アットマーク響きハイフンラジオドット JP です。お便りお待ちしています。そして2022年12月に舞台第3弾となる舞台ロード59新時代任侠トーク摩天楼モノクロ構想カッコ仮の上演が決定しました。これまでの公演で過去の因縁をほのめかされている白狼組 VS 黒城組の戦いがついに描かれる予定です。ぜひご期待ください。公演内容の詳細は続報をお楽しみに。その他各情報の詳細は番組ツイッターや公式ホームページをご確認ください。以上ロード59からのお知らせでした。ロード59新時代ラジオトーク。まもなく終了のお時間ですが、最終回に向けたメールをたくさんいただいておりますので、最後にふつおたを時間が許す限り読んでいきたいと思います。ではツナお願いします。はい、兄貴のツナマヨおにぎりさん、君沢さん、砂川さん、こんにちは。こんにちは。ラジオが終了してしまうとのことでとっても寂しいです。エチュードやゲームでは脇腹をつるほど笑い、トークや相談コーナーではお二人の誠実で温かい人柄に癒されると同時にこちらまで背筋が伸びるようでした。仕事がきつくて息苦しい時も、意味もなく不安で泣きそうな時も、お二人やゲストの皆さんのおかげで元気をもらい、ここまで乗り越えることができました。たくさんの元気をありがとうございました。またパワーアップして戻ってくる日を、そしてまた舞台拝見できる日を心待ちにしておりますと。ありがとうございます。ありがとうございます。とても嬉しいです、うん、楽しかったっていうのがすごい伝わりましたね。伝わりましたね。ありがとうございます。さあ、ラジオネーム沼さん、兄貴の方です。君沢さん、砂川さん、こんにちは。こんにちは。配信第100回目の時、お二人はどんなテンションでお祝いされるのか楽しみにしていたので、それが聞けないのかと思うと寂しい気持ちです。ですがキャストの皆さんが変わる変わるいらっしゃる天下行く放送局もロード59の魅力を多方面から聞けそうなので、そちらも楽しみです。新番組第100回の配信の時にはぜひ君沢さんと砂川さんがお祝いに再集結してくれますように。その時お祝いに何がしたいですか？笑い、毎週楽しいラジオトークありがとうございました。そしてお疲れ様でした。いや嬉しいですね。嬉しい、まあ、ね、45回来ましたから、はいはい、もうみんながパワーアップして紡いでくれたら100回いけるかもしれませんからね。ちなみに46回から始まるんですか、それとも1回から始まるの？どうだろうそれは。ニヤニヤニヤ、まあ、それ1回からですよね。名前変わりますもん ね、まあ、ね、そうそうそう。じゃあもう100回頑張って累計のね、はい、累計でも大丈夫ですからで、うんうんね、それだけではずっとついてきてもらえることはありがたい限りです ね、うん、ですね。はい、ありがとうございました、はい、続いてお願いします。はい、姉子の涙で画面が見えない鳥
さんです。はい、はい、君沢さん、砂川さん、こんにちは。こんにちは。今でも思い出します。ラジオトーク第1回目のういういしいお二人、いつも励まされた君沢相談室、いつも笑わせてもらった砂川さんの代行業務、みんなで行った気持ちになった沖縄トーク、お二人の知らない一面に感動した誕生日企画の人生曲線、そして砂川ラップによるやばいジングル、やばいって言っちゃった本当に楽しくていっぱい笑って元気をもらったラジオでした。目いっぱいアーカイブを聞いて思い出に浸りたいと思います。寂しいけれどこれからも道なき道は続きますね。いろんな展開区メンバーのラジオもとっても楽しみです。またいつか君沢砂川ペアで登場してくださいね。本気で待ってますよ。今までお疲れ様でした。本当にありがとうございました。いや本当に素敵なコメントをねくださってありがたいですねなんか、うん、本当にやってきたんだなたくさんっていう実感がね、そうやって聞いてくれてたんだなって思いますね。ねありますし、はい、なんかでもすごい時間あげてさ、君さ砂川ペアで戻ってきて、うん、俺たちどうなってるんだろうね。確かに砂川ゼロに戻ってたやつ最悪。いや可能性あるからねこれね。ありますよ。でも本当に砂川ありえますから、ね、そんな砂もぜひ楽しみにしててほしいなと思います、はい、じゃあ最後こちら、はい、ラジオネームチコさん、姉子の方です、はい、君沢さん、修也くんこんばんは。こんばんは。ラジオトーク終わっちゃうの寂しい寂しい泣いちゃう毎週の、癒しの時間でした。今までありがとうございました。新番組が天海区放送局ということは、ショートベネディクト様がトークをするとか、うん、組単位で集まってくれるとか、新しい展開になることを期待しております、うん、12月の舞台第3弾に向けてますます盛り上がりますように、うん、最後に、もう一度修也くんのジングルを流してほしいですなるほど、いいの大人気だねいやもうやっぱこの番組で生まれた奇跡そうですね、あれはダイヤモンドですから、はい、ファーストシングル、はい、ファーストシングルダイヤモンド、ファーストジングル、ファーストシングル自分でいじってんじゃんかいやこれじゃあせっかくですから、うん、一番最後に流しましょうよ。そうですね、この番組の本当の最後の最後にいいんですかね。いやそれがなんかこの僕たちが作ってきたラジオっぽくないですか。そうです ねこれがラジオトークということはい、というわけで本当たくさんたくさんのメール、はい、皆さんありがとうございました、ありがとうございました。楽しい時間はあっという間ということでエンディングのお時間です。最終回いかがでしたか。今実感湧いた。今ねついにいよいよ最終回ってもうちょっと終わるよ。もうちょっとで終わるよ。いやーやばい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 、ね、皆さんお便りもくれて、うん、こんだけなんか、ね、見てくれて楽しかったって言ってくれて、そうですね、僕らも楽しかったし、楽しかった、楽しんでくれたんだなっていうことが分かって嬉しかったです。いや嬉しいですね、うん、いやしかもやっぱこうロード59っていう舞台という場所から始まったところに、うん、まさかこうラジオに発生して、確かに自分たちが45回もさせてもらえるなんてやっぱ思ってませんでしたから、なんかこれもやっぱり応援してくださった、舞台が終わってもやっぱり聞き続けてくださった皆さんのおかげだなと思いますし、なんか清々しい気持ちだね今。確かに、なんかやりきった、やりきったね、うん、やりきった。なんかもうちょっと寂しい気持ちになるかと思ってたんだけど、どっちかというと晴れやかというか、そうですね、し形を変えてこれからさらにパワーアップして続いていくっていうことは、ね、きっと僕たちがやってきた45回意味あったということかな、ね、そうですよ。いやそうですよ、はい、素直俺のこと忘れないでね。いやいや、いろいろ続きますからそうだね、ノードはもう全然続きますし、やっぱりますます進化していきたいですし、ぜひこういう楽しい番組があったりとか、いろんな素敵なキャラクターいるんだよとか、素敵な舞台もあるんだよとか、これいい DVD なんだがいっぱい本当ロードっていうのは展開してますので、インスタもあります。もう皆さんどうかどうかたくさん応援してほしいですし、たくさん広めてもらってね、なんかもう箱押し、ロード59箱押しで皆さん全員が押してもらえるととっても嬉しいなと思います、はい、いやいやどうですか、もう終わりますけど終わりですね。ちょっと砂最後喋っときなよ、なんかいやなんかあったっけな、まあ、うん、でもなんかやりたいことはすごいやらせてもらいましたし、うん、僕がなんていうんですか、このラジオでここまで、うん、まあ、長時間っていうかずっとやらせてもらうっていうの初めての経験だったんで、僕はすごいなんか勉強になりましたし、うん、なんか自分のね、君さん相談室とかでも聞きましたけど自分の在り方とかもいろいろなんか気づけたような感じしますね。いやいやいや、すごい、いやもう元々あった魅力よ、うん、
その砂川魅力不可成長日記でもあったからね、名前変わっちゃった最後。いやきっといろんな進化していくんで、僕たちも見守りましょう、ですね、本当に本当に皆さんお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。というわけでラジオトークは以上となります。改めて兄貴姉子の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お相手はロード59篠の恵、柳博人役の君沢優希と、ロード59白狼組氷室翔役の砂川修也でした。それでは最後にこちらをお聞きください。忘れてた。やばいやばい。いや毎週フライデー、みんなの癒し系、よ君沢砂川ラジオトーク。すごい綺麗に終われると思ったのに、ちょっと恥ずかしくなっちゃって、あんなコメント最後見て。じゃあ僕ららしいかな、はい、それでは新番組でお会いしましょう。バイバーイ。